ちょっと待って、絹代さんにね、話しかけたらなんか相談があるって言われた。ちょっと動画撮ってなかったわ。お店を構える？あー、場所を探せばいいってこと？話しかけてよかった。あ、いいよ。いやー大事だね。これ山奥に建ててやろうか。こうやって見つけることができた。何日目だろうね。あの、今返したからかな、ローン。わかんない。その前に話しかけてなかったからな。キャンプサイトができた後やったかもしれんな。ちょっとその辺もちゃんとしときたかったな。とりあえず、ちょっと、想像してみるで、やってみるか。ここでもいいんじゃないかな。いやーでもこれはダメだな。理由が、あの、川釣りの時に困る、これ。ちょっと考えますね。ここにしてみるか。もうみんな近くにね、想像してみる。ちょっと見にくいけど、まあ、入り口が右だから、広場から入りやすいし、ここにしよう。まあ、いざとなったら移動させればいいからな。ここ通れんくなったんじゃない？川釣り。あ、通れる。よかった。ここ通れるの重要。まあ、後でクリエイターツールでできるけど。こうやってもうコンパクトにしますね。で、これ、上こうやって押したらちゃんと見えるから。景色を見たかったら。ってか、ここがね、こんなにでかくなるとは思わんかったわ。こっちに立ってたからな。この辺とかもこんな感じ。これも多分デパートになるのかな。うん。よし。こっちに話しかけるんだ。お姉ちゃんも来るか。よし。まあ、売り物見せて。今日は何が入ってんだろうな。これ、最初見せればよかったな。おー、これいいね。星のサングラス。いや、買うわ。いや、なんか服とかめちゃめちゃ欲しいな。いろいろ。何がある？これもいいよね、すごく。なんか私のセンスがおかしいかもしれないけど。よし、早速、ちょっとつけてみるか。あれ？オリエンタル、あ、これオリエンタルのベッドか。これひび割れメガネだった。これか。身につける。お、いいんじゃない？これ。おー、いい、いい。あとね、靴と靴下やな。うん、これでしばらく行こう。こんにちは。チョメです。3月31日の火曜日です。午後7時。住民が増えました。仕立て屋さんエイブルシスターズもオープンしました。ちょっと入ってみようかね。あと挨拶に行くって感じ。あと伊藤チャレンジが今日で最後になりますね。まずはびっくりした。斧持って出るって。ジョニー、あー助けたね。確かに。まずジョニーのプレゼントを見てみましょうか。なんかな。お、身につける。怖っ。なんでこれをプレゼントしようと思った。じゃあエイブルシスターズ入ってみようかな。はい、服がちょっと見えてますね。お邪魔します。セレモニーはこの後見よう。お、かわいい長靴とかもある。わー、服は欲しくなっちゃうな。なるほど。マイデザインを置く場所ってあるのかな。試着室。ああ、色とか変えたりとかね。朝9時から夜9時。なんか、めちゃめちゃギリギリだな、ある意味。あ、これとかでマネキンとかあるんだ。いや、やめとく。あ、いろいろダメ。選べるね、なんか。このメガネいいよね、なんか。かわいい、すごく。フラワーサングラス気になるけどね。買ってみるか。なんか結構サングラスとか私、そういうの好きなんですよね。あ、いいね。星のサングラスもいいけどね。今日は、まあ、こっちの方のサングラスにしてみようかな。お
お久しぶり、あさみさん。あ、ごめん、そういえばそうだったね。いつものことだったわ。前から話しかけるか。いや、前から無理なんか。まあ、いつも通りで安心しましたわ。あ、この辺とかも全部飾ってある。あ、下と上っていうのを選べるんだ。この車の服は気になるよね。ちょっと見るか。下の段。誰かがデザインしたってどういうこと？あ、なるほど。これがマイデザインを飾るところか。あ、ちょっと欲しいにしてみるか。マイデザインをもらえる感じなのかもしれん。あ、左上のやつってもともとあったよな。欲しい。いいよ。で、こうやって、あ、結構そこそこあるね、最初から。いいじゃん。じゃあ、ちょっとここに作っとくか。はい。この左上のやつももらっとこう。上の段。欲しい。いいよ。なんかいろいろレパートリーとか作れそうだね。あ、あれ？これはマイデザインの方なの？あれ？さっきのはどうなってるの？なんかよくわかんないな。じゃあここにしよう。ちょっと下の段。ごめんね、ちょっとしつこくて。欲しい欲しい。いいよ。おお、なるほど。え、なんでこの車はさあっちの方だったの？あ、プロデザインってことか。これプロと普通のやつがあるってことだね。なるほど。これは何？オンラインで公開できるってすごくすごいね。利用しよう。あ、作者 ID で探すとかで。へえ、これなんか夢見みたいな感じか。いいね、すごく。終了する。だから欲しい服とかあったら手に入るってことか。じゃあ、試着室入るか。うわー、いいね。いろいろ着れるじゃん。あ、え、びっくりした。え、いけん、お金がプルルルってなったか。ビビったわ。もう一回押したらキャンセルできるってことか。びっくりした。焦って。あ、これもいいね、パーカー。おしゃれだよね。私この黄色いパーカーとかピンクのパーカーとか結構リアルで着てるんですよね、こういうの。結構黒着ることが多いけどね。これいいな。これ着とってもいいね。欲しくなっちゃった。レペゼンナ服。へえ。あ、ちゃんとキャンセルされてる他のやつ。何これ。あ、これもいいんじゃね。これ7000高いな。で、服とか欲しいね。めちゃめちゃおしゃれやん、これ。私のおしゃれのあれが。あ、これもいろいろ買えるってことか。へえ、この辺ちょっといろいろ決めとこう。足のやつ、これスイカみたいやもんな。へえ、いろいろあるね。あ、これまとめればよかったな、ちゃんと。普通に、こういうのがありますよって感じで。へえ、これ今のところ全部だからね。今あるやつですよ。だから今売り出してるやつはこんだけで、普通にありますよってことですね。まあ今回はこれでいっか。セレモニーやりたいんだけど、普通に。で、次何をするかっていうのを聞こう。うん、参加しよう。これは大事。まあ思い出だからね。うわ、蝶目の家が邪魔してる。あ、これ角度変えといてよかったな、ある意味。タヌキチが全然見えない。てか、これ、蝶目の家を
なんか祝杯してるみたいな感じやな。あ、面白いなこれ。写真も撮ったら変な感じが。これ写真撮っとくか、面白いから。あー、ダメだな、今舌が出たな。ですね、あっぱれセレモニーやってよかったわ、楽しいわ。クラッカーね、なんかいいねこのカメラ目線。3枚撮れたいいの撮れたかな。はーい、